皆さんこんにちは。内藤証券株スタ7110より4月3日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比207円高の 21,713 円で取引を終えました。底堅く推移しました。ただ戻り売りにも押されやすくなりまして、3月4日戻り高値の突破はお預けとなっています。上値は限定的でした。で、真新しい買い材料もなく、真新しい売り材料もなくということで、なかなか方向感を見出しにくい日経平均なんですが、こういった試合にではどういった目線で銘柄選びをするのかということを今日は検証してみたいと思います。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価、この上値がですね、2万1700円台から2万1800円台のところ、そして目先のこの安値がですね、2万1000から2万900円台での推移となりまして、ほぼこのあたりは横ばいでの推移となっております。で、この茶色い線は200日の長期の移動平均線なんですが、この下向きの長期線が上値の重さを示唆していると言ってもいいかもしれません。日経平均株価なんですが、今月の下旬から本格化する決算発表が始まるまではですね、なかなかもしかしたら方向感が出にくい展開が続くのかもしれません。上に行くか下に行くかまだわからないんですけれども、まあ出来高が少ないということもありまして、ちょっとこうもたついた展開が続きそうです。続きましてトピックスを見ていただきましょう。トピックスも下向きの長期線をまだ株価が下回っておりまして、上値の重い展開が続いております。ただ若干変化の兆しも見られているんですよね。トピックス昨日は一時3月4日の戻り高値を上回りました。終わり値では上回れなかったんですが、一時今年の3月の戻り高値を上回りました。で、トピックスは東証一部の地合いを示すものですから、企業の決算の内容を見越しての上昇をすでに始めているのかもしれません。新しい期の業績が芳しくないというのはもうすでに織り込み済みですから、決算後に悪材料で尽くしということで、今後この長期戦を突破するきっかけになるかもしれません。どうなるか見ていきたいところです。はい、続きまして価格帯別出来高の累積を見ていきたいと思います。こちら日経平均株価は18年の10月の高値から、そしてトピックスは18年の1月の高値から昨日までの累積を示しています。で、グラフに示したこのそれぞれの価格の範囲なんですが、現値からおよそ上下に日経平均は約1000円、それからトピックスは100から120ポイントを挟んだ範囲までを載せています。で、日経平均株価はちょうど今の価格帯がしこりのある水準でもたついているということで、ここを上抜けるとだいぶ上値の重さというのは解消されてくるのではないか、このように、累積の動向からは見て取れます。一方トピックスなんですが、上値が重いです。これから株価がこう上昇していく場合にですね、その先に大きなしこりが待っておりますので、東証一部の地合いがこう一段高となるには、こうした戻り売りをこなして、こなしきれるぐらいの強い買い材料が期待したいところですね。出てくるか期待したいところです。やはりこういう背景にあるのは英国の合意なき離脱の可能性が高まっている中、市場ではこれはもうすでに織り込んでいると思いますが、問題はその後企業の影響度ですね、それが見通せない不安が株価の上値を重くしているのかもしれません。では中国の動向を見ていきましょう。皆さん周知の通り、上海総合指数は今年の1月から上昇基調にあります。で、同じように今年の1月から実は銅価格も上昇しているんですよね。それは銅はインフラ整備などにの原料などに使われますので、銅の消費量の多い中国の景気回復、これをもうすでにこう
期待して、同価格も上がっているということが見て取れます。この動きが実体経済を反映して動いているのかどうかというところなんですが、実体経済、数字を見ていきましょう。これ製造業 PMI です。3月の指数が出揃いました。で、中国、こちらの赤の線なんですが、4ヶ月ぶりに好不況の判断基準となる50を上回りました。一方、ユーロ圏はこの黒ですね、速報値を下回りました。日本も50割れが続いております。で、こちら日本の日銀短観なんですけれども、大企業製造業の業況判断は予想値も下回りました。こういったことはもう株価に織り込み済みだということが今の動きを見ると考えられますので、今後日本株が中国やアメリカ株に引っ張られる形で上がっていくのかどうかということが注目されるところです。ただ足元では東証一部の売買代金が増えていかないので、まだ地合いとしては不安定な相場が続くのではないか、このように見ておりますので、そういった時には利回りに目を配るという銘柄選択の方法もあると思います。ということで、ちょっとこちらの資料をご覧ください。海外投資家、現物株を売り越している一方、 J リートは買い越しを続けております。日本の10年国債の利回り、こちらが 0% 水準で、リートの分配金利回りは直近で 3.9% でした。ですから、その利回り差は 4% あるんですよね。ですから、やはり 4% ぐらいの利回りの商品となると、こういった銘柄というのは買われやすい、物色されやすい傾向があると思います。東証一部の予想配当利回りは直近では 2.4% を挟んだ動きが続いております。決算まで材料不足のタイミングでもありますので、株価が戻り歩調で予想利回り 4% 程度ある銘柄に今のこの時代着目するのも面白いのではないかというふうに考えております。はい、ということで、本日は最後に、セミナーのご紹介をさせていただきます。4月に、2つほどセミナーのご用意をしておりますので、今日はそちらをご紹介します。資料をご覧ください。こちらになります。まず4月11日水曜日、2時から3時半奈良県橿原市橿原万葉ホールで、経済評論家の杉村富夫さんをお招きしまして、新成長株は日本&マーケットを救うということで株式セミナーを開催いたします。リズミカルなお話、個別銘柄のお話もたくさん出ると思いますので、お時間の許す方はぜひご参加お願いいたします。お申し込みは内藤証券橿原支店、お電話番号0744284711、もしくはこちらの QR コードからお申し込みください。そしてもう一つです。今度は4月27日土曜日、10時から11時半静岡県焼津市焼津文化会館において、同じく杉村富夫さんをお招きして同じタイトルでセミナーをさせていただきます。こちらについてはお申し込みが内藤証券焼津支店になります。お電話番号054-621-1311、もしくはこちらの QR コードでお申し込みをしていただければと思います。どちらのセミナーも参加費は無料でございます。こういった地合いが変化するかどうかの境目でもありますので、ぜひ皆さん足をお運びいただければと思います。皆様のお越しをお待ちしております。では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。